青ちゃん？いいわよ。ああ。やるな。最近ちょっとだけお腹にお肉がついたかも。志保さんのお菓子が美味しすぎるせいかな。じゃあ、いくよ。あ、青ちゃん、こっちこっち。ひよりさん、今日も元気いっぱいだね。ひなこさん、なんか息上がってない？もうまだ準備運動しかしてないよ。このくらいでへばってちゃダメ。準備運動でこれですか？日和の運動神経の良さ、なめてたかもね。日和さんと一緒に運動してたんだ。日和さんは規格外なとこあるから。まあ大丈夫だって。志保さんもひなこさんも普段ちゃんと戦えてるんだし。あのね、二人が強いってことは私がちゃんと知ってるけど、それはそれ、これはこれ。リフレクターの力に頼ってばかりじゃなくて、地の体力も鍛えないとダメだよ。体力作り。青ちゃんは誰と何をする？巻き込まれた。ひなこさんと短距離走がしてみたい。今は膝の痛みもないんだよね。大丈夫だよ。お手柔らかにね。ああ、なかなかタイムが伸びないな。え？今でも十分早いと思うよ。膝を壊すまではもう少し早かったんだけど。ブランクがあるせいかな。膝の痛みがなくても思うようにはいかないね。ひなこさん。
そんな悲しそうな顔しないで。頑張り屋さんのひなこさんならすぐ取り戻せるよ。ありがとう。青にそう言われるとなんとかなる気がしてくるから困っちゃうよ。あー楽しかった。けど確かに体力作りは大切ですね。そうだね。日和に負けないくらいは難しそうだけど、たまには思いっきり体を動かさなきゃ。そうだよ。いっぱい汗を流せば体と頭のモヤモヤは飛んでいっちゃうんだから。だからモヤモヤしたときはいつでも私を呼んで、いくらでも付き合うよ。頼もしい。みんなまた一緒に運動しようね。これからもよろしくね。よし。そういえば断片的に思い出したことがあるんです。どんなことですか？ある日学校から帰るとき、ビルの前に人だかりができているのを見たんです。どうやらビルの大型ディスプレイでスポーツ中継が放送されていたみたいで、観客の皆さんは歓声を上げたりヤジを飛ばしたり、選手の一挙一動に反応していました。なぜでしょうか？なぜって聞かれても。だって観客の方々は選手じゃないんですよ。選手の身内でもないだろうし、スポンサーでもない限り試合結果に利益が直接絡むわけでもないですよね。全くの他人の勝敗に、なんであそこまで熱くなれるんですか？選手を他人と思ってないからでしょうか？いや、本当は他人なんですけど、取材とか SNS とか、その人の一部に触れることはあるでしょ？そういう機会が増えてくると、親近感が湧いてくるのかなって。親近感ですか？それで選手に自分を重ねているパターンもありそうですね。叶えられなかった夢を託すみたいな。そういうこともあると思います。久野さんはどうですか？スポーツ番組は一部の人間を操る電波を発しているのだ。大胆な意見ですね。それにこうしたかしなかったかってだけのこと。彼らの気持ちがわからなくたって気にすることはない。星崎さんはどう思いますか？私も宇多さんの意見に賛成かな。私みたいな平凡な人間はこんな人に生まれたらとかすぐ妄想して気持ちよくなっちゃうよね。でも星崎さんは今のままがいいと思います。
他の人みたいになってしまったら、なんかモヤモヤってします。寂しいってことなのかな。だったらありがたく受けたろ。でもぶっちゃけあんまスポーツ興味ないからな。本当のところよくわかんないんだよね。私もそれでわからなくて質問したんです。私もです。右に同じ。こういうとこうちら気合うね。そうかもしれませんね。Thank you.
やる。うん。青ちゃん？
行きますか。よし。
いいね。いいですか。楽しかったですか。
すごいよ。うん、また誘ってね。
う？
ね。うん。もう帰るのか？